はいどうもこんばんは、ポッキーです。今回はですね、街を作っていこうって思うんですけど、もうなんか交通渋滞がやばい。事故ってるしね、普通に事故ってて、なんかもうここら辺ね、渋滞がやばいんですよね。で、まあ何が原因かって、もちろんここに信号がついたことが原因なんですけど、でここ信号つけないとやってらんないんですよね。こっちの街に行く人がいなくなるっていう絶望的な状態で、もう救急車が止まってるっていうね、絶対中の人死んでるからもうというひどい状態なんで、まあ、ここはまあ、後々ね、改善するということで、そしたら救急車多いな、この街。うん。こっち側は結構スムーズに行ってるんですけどね、逆側ひどいな。ということでね、まあ、今回は、6万人を突破したということで、6万5千人だったっけな。6万5千人でついにね、空港もね、つけるはずなんで、あ、6万5千人ですね。6万5千人まで行っちゃって、空港をまあ、作ったり、本当の大都市、ポッキータウンを大都市にね、したいと思います。はい。ここら辺は何を訴えてんだ、一体。あ、十分な資源がない。なるほど。まあ、ここら辺はね、石油を掘り当てていたんですけど、これ、この黒い部分が石油がいっぱい取れるとこなんですけど、だんだん白くなってね、この工場を建てて、取っていると白くなってきて、石油が取れなくなるっていうことなんで、まあ、石油が取れなくなってきたら、別の工業分野に変えてあげるってことをしないと、この工場は破綻してしまうってことで、まあ、ここら辺でも空いてるからね。ここら辺ちょっと、道をつなげて、石油工場を新たに作りたいと思います。どうしよう。ここ間いけるか？あ、いけるね。いいねいいね。ここまで持ってきて、もう完璧。俺もう街づくりのプロだから、マジで。あなたの街をね、変えますよ。うん。死の町に。死の町に変えます。いや、神の町に変えます。神の町ってなんだよ。まあ、こうやって、で、ここら辺に、工場を建てます。はい。簡単ですね、もう。慣れてきました、だいぶ。工場を建てるのも。工場こんなに簡単に建てられるって、素敵。いや、でもここら辺マジで、もう高層ビルがさ、建ってさ、めっちゃいい感じの町じゃない？超平和なんだけど、マジで。やべえ。住みてえ、こういうところに。で、そう考えると、この真ん中がもったいなく感じてくるよね。この真ん中にもう一本引こうか。もう一本引いて、そこを、なんか商業施設を建てるところにするか。さあ、すまないが、このビルにしよう。このビルをぶち壊します。ちょっとすまないんですけど、申し訳ないです。これも、地域発展のためです。ドン！ついたかな。あ、ちょっとかわいそう。あ、待って。なんでやねん、これ。こっからしか入ってくるね。マジかよ。繋がってねえじゃん、道。人しか入ってこれないんだけど。これどういうこと？おい、何があったんだ、一体。こうか。オッケーオッケー、いいね。これで人が入ってくる。いい感じに。このデパートとかですね、スーパーマーケットの区間を作りたいと思います。やっぱね、こういうおしゃれな、高級住宅街、高級マンション街にはやっぱりデパートが必要。デパートがあることによって、おしゃれな街に住もう、私も、みたいな感じになると思うんで、それを狙ってます、僕は。はい。楽しみです。ああ、早速出てきた、いいね。あ、そうだ、水がないんだ。水あげよう。さあ、いい感じですよ。おお、どんどんメキメキ立ってくるね。これは何なんだ、一体。デパートかな。デパートっぽいね、近所の店。吉野家が立ってると思ったら、これセブンイレブンだ。セブンイレブンが立ってる。これセブンイレブン確か、モッドで入れたやつですね。いや、素晴らしい。セブンイレブンが立つなんていいところじゃないか。本当に。セブンイレブンのドーナツってどうなったんでしたっけ？全然食べたこともないけど。でもドーナツを販売したとか、しなかったとか。いいね、これ。デパートって感じですね。デパ地下食べて、両方ハンバーガーあるんだけど。なんでやねん。あ、同じ店ってことにしときましょう。二つでプリキュアみたいな。ここ画面もあって、人誰も歩いてないけど、いい感じですね。で、こういう まっすぐな道だけってのがいけないのかもしんないな。でもあんまり東京の道とかわかんないからな。で、東京の道ってなんかもうありますよね。なんかそういう広場的なところが。これで広場作れんのかな、このゲームで。作れたらいいですよね。四つ角みたいな。4本の中心にデパート。いいね。ちょっとやってみよう。どっか場所ない？
あるじゃん、ここら辺。俺、前回ここら辺、確か作るって言ってたもんね。ここら辺やってみよう。さあ、無理やり四つ角作りました。無理やり、だいぶ無理やり作ったよ。ここら辺だいぶひどいからね。なんもないのに、なんもないのに、橋だけが繋がってる。しかもここっていう。これすごい入りにくいからね。しかもこっちにしか行けないから、あれ待って。え、これ無理じゃね？ここ入れないんじゃね？まあ、まあ気にしない、気にしない。誰も気にしない、そんなこと。まあ四つ角がね、できたんで僕は満足です。さあ、ここを、塗っていくわけなんですけど、デパートをね、この、ここら辺に建てたよね、やっぱり。さあ、ここら辺デパートゾーン。と間違えた、これ家だ。こういう、緑は家なんですよ。デパートを、ここに建てる。さあ、どうですか？ここにデパートが建ってくれるはず。さあ、いい感じじゃないか？よーし、いいね。結構建ってくれますね、嬉しい。ありがとうございます。さあ、四つ角はどうだ？人誰も歩いてない。まだだから、まだ。今から発展していくから、ここは本当に。でこの四つ角意味ないな、正直言って。正直のところ渋滞を招いただけだな。待って。俺すごいさ、見てなかったんだけど、人5万1000人まで減ってんだけど。待って。9000人くらいなんか死んでんだけど。俺何が起こってんだ、俺の街で。ちょっと待って、これ大ピンチじゃないか？何が起こった？やばい？やばい、死にまくってる。霊柩車待ってる、みんな。なんで？え、なんかしたっけ、俺。寿命か？寿命来たのか？おいおい、だんだん、どんどん減ってて、まずいって、これ。ちょっと死んでかないで。何が原因？ゴミが溢れすぎた的なパティーン。これますか。ちょ、ごめんね、ほんとに。ちゃんとここら辺のことを全然忘れてた、マジで。ねえ、待ってくれ。マジで死の街になってきたんじゃねえかよ。おいおいおい、どうなってんだよ。これ大丈夫かよ、マジで。どうしたらいいんだろう。何がいけなかったの？僕の何がダメだったの？ねえ、なんでもう死んでんの？ここで。全部買いショップ、なんで死んだの？ここ一番四つ角のさ、センター的存在の、なんで死んだの？オッケーオッケー、なんとかプラスになってきた。3万2000人前人口落ちたんだけど、半分になったんだけど、マジで。いやいや、ビビるよね、いきなり。街の人が半分死んでいったら。だって二人に一人が死ぬんだよ。お隣さんが死ぬんだよ、全員。あ、ゴミか、やっぱり。ゴミが溢れてんのか、やっぱり。まずいな、これ。ちょっとゴミ処理を作ろう。いや、なんとかね、人口も6万人まで戻してきました。危なかった、本当に。一気に来るね。一気に人口下がって、また増えるみたいな。それの繰り返しっていう感じですかね。まあ、無事回復してきて、まあ、お金だいぶ減ったけどね。さっき100万くらいあったのに7万になるっていう。まあ、でもだんだん増えてっていうので6万5000人まで、もう行っちゃいたいと思います。これ何のマーク？犯罪率上昇って。怖すぎるだろ、マジで。何があったんだ？あ、すげえ！めっちゃいい感じの店だ、これ。これ何店これ一体？俺この店知らないけど。なんか上でやってんぞ、屋上で。何やってんの？お、お前は何がしたいんだよ、お前何がしたいんって一体。地面に置いて何かをやって、また地面に置く。は？何が起こってんの？ちょっと俺にはわかんない。あ、え？これケンタッキーフライドチキンじゃん。全然気づかなかったけど。あ、あのマークもあるよ、ちゃんと。あ、ケンタッキーフライドチキンだ。いいねー。こんなでかいんだね、ケンタッキーフライドチキンって。屋上があるケンタッキーフライドチキン、初めて見たわ。いや、僕が一番力を入れた四つ角も、なかなかいい感じじゃないですか。人もいっぱい歩いていてね、ちょっと四つ角眺めましょうか。そしてこっちからは橋になっているっていう。あ、いいとこだね、結構。案外良かった、やって。成功って感じですかね、これは。ほんと救急車が多いよね、この街。どんだけ走ってるんだよってくらい。それだけの人が倒れてるってことだからね、マジで。おい、待ってくれ、何があったんだよ、これ全部ゴミ収集車。何があったの？ゴミ収集車の中にいる救急車。おい、これどうなってんだ、マジで。そんなに？え、なんか同じ車いっぱいあるんだけど、これ何この、食べた後の魚みたいな車は。おいおいおい。やばいだろ、この街。ゴミ収集車の街なんだけど、完全に。じゃあ、次々に来る。あ、てか、もう少しで6万5000人行きますね。今、6万4200人。いや、やっと空港か。どこに作ろう、空港。まあ、でここ空いてるんですよね。ここはまあ、もうちょっと開発するってことで、ここがね、すごい広大な土地が空いてるんで、ここから飛行機ビャーンっていうことで、
やりたいと思います。はい、まあなんだかんだいけましたね、いい感じに。うん、まああと6万5000人を待って僕は飛行機を取り入れます。だからまた事故るってこれもうどうなんの、重なるんかい、結構ぬるっと重なるね。何が起きてんだよ何が起きてんだよ一体。もうそれでいいのかよマジで、とんでもねえな。普通に通り抜けていったしね。お、来た、メトロポリス6万5000人突破。メトロポリスって何、よくわかんないですけど飛行機が追加されました、ありがとうございます。さあそして新しいエリアもか追加されたようですね。やった、ありがとうございます。イエーイ、6万5000人突破。だいぶ大きな街になってきてですね。空港どういう感じに設置できるんだろうね。どこだ空港、あとこれか空港、あーそういう感じか、なるほどね。じゃあやっぱりここに道路を引いて空港を作りたいと思いますが、ちょっと待って、空港って何円くらい建てれんの一体。15万か、結構痛いですね半分、僕の町の半分のお金がなくなってるからね。まあいや、でも建築しましょう、せっかくなんで。じゃあ作るぞ、ここに道を、この広大な土地に。さあここに空港をつけたいと思います。あ、こうつくんだ、あ、いいねいいね、ドーン。さあどうだ空港、おお、飛行機ちゃんと飛び立ってくれるのかな、ワクワクする。これすげえ適当に道作ったんだけど大丈夫かなこれ、もう何も考えずに作ったマジで。心の底からどうでもよかったんだよね道とか。俺は空港が作りたかった、ただ単に。空港やっぱ電気引いてこないといけないか、水も多分必要でしょ。さあ水と電気を持ってきたんですけど、俺よく考えたんだけどさ、こんなとこに空港作ってもさ誰も乗らないんじゃねみたいな待って、ここら辺に人が住んでてさ、あ、海外行こうってなった時にここまで、いや来るか、いやそうだね、空港は遠いもんなんだもんね。うん、空港は逆にここら辺にあったらだってさ、みんなドン引きだもんね。だってえ、近いみたいな。え、でもちょっと待って、ここ間空いて、こっからこうやって空港にした方が、ここに決めた。誰だよあんなとこに空港作ろうって言ったやつ、まあ、ふざけんなよ。ここだよ空港の本来の場所は、こうだ。この風車に当たるか当たらないかギリギリのとこに止まるっていう、この空港ね。やべ、パイロットの技術が試されます。さあいいね、あ、めっちゃ喜んでみんな、お、すげえ喜んでくれてる、やっぱこれ作ってよかった、ありがとう。そしてありがとう、そしてさっきの10分前の僕をビンタしたい。お、来ましたね第一村人。さあ飛行機使ってくれよちゃんと。さあ空港使ってくれてんのか、市民大喜びの空港。やべ、誰も使ってねえ、乗客0人だ。まあまあまだこれからでしょう、だよね。もう誰も来ないとかやめてよ本当に。結局誰も乗らなかったみたいな、全員高いところ苦手だったみたいな、そういうオチやめてよ本当に。いや信じてる、信じてれば来るって。あ、来た来た、飛行機来た、おお結構早く来るね、危なかった今、大丈夫今、当たらなかった、おお、ちょっとゆっくり行こう、もっとゆっくりゆっくり飛び立って、危ない、スピードをマックスにしたから。大丈夫これ危なくない、これ絶対当たるよね、大丈夫、いいんだね、ゆっくりゆっくり、当たってんじゃねえか、まあ、完全に当たってたぞ今でも最悪な位置に俺これ立ててんなマジで。まい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 、大丈夫大丈夫墜落してないから大丈夫。あ、飛行機飛んでる、あ、来たぞ来たぞ、飛行機降りてくる、いいねいいね、かっけえ、めっちゃかっけえ。けど完全に当たってんだよな、おー、いいね、緑色の飛行機だ、素晴らしい。これこんなとこから飛行機を見れるなんてなかなかないですよこの経験。さあ人を乗せて飛び立っていく。さあ本当に当たっていいのかっていうね怖いところですけど、ここを見ときましょう。さあどうだ、うん、当たってるね完全に。ああいいね、でも空港やっぱかっこいいよね、空港があるだけなんかもうガチな街って感じがするよね。ガチな街ってなんだ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。シティーズスカイラインズ、今までね街を作ってきたんですけど、なかなかね難しかったですね本当に。うん、なんか街を作るって大変なんだなって思いました。予算とかもあってみんなのこう期待に応えつつ、こうやばい、どくりやばいけどみんなの期待に応えつつ、
こう街をより良くしていかないといけない。結構大変だなって思いました。そして忙しいね。ということで今回はね、本当にご視聴ありがとうございました。シティスカイラインズメトロポリスっていう、まあなんだろう、未来都市みたいなとこまで成長させることができましたが、まだね、もう少し遊べそうなんで遊ぼうと思います。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。メトロポリス。空港ができて僕はすごい満足しております。はい。ということで、ではまたお会いしましょう。もし動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してね。ではポッキーでした。バイバイ。